はい、皆さんこんにちは、ジェントル山本です。お久しぶりでございます。本日の、レッスン内容としてはですね、僕のレッスン、サックスレッスンでも、使っている、私のオリジナルの、ベーシックスケール練習という、レッスン資料について解説をしていきたいと思います。まあ少しジャズ寄りな考え方ではありますが、スケール練習をするときに、この楽器をどうやって練習したらいいのかということと、皆様に、僕のレッスンでね、まあ特にオンラインレッスンの生徒さんには、お手本をね、動画で解説する動画があるといいかなということで、今回ベーシックスケール練習の丸1から丸3番までの解説をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録がお済みでない方はぜひ赤いボタンをポチッと、新規生徒さんも募集しております。まずですね、僕のサックスレッスンにおいてはですね、基礎練習と曲練習のこの2つの柱で、レッスンを進めております。で、その中でも、基礎練習は、まず一番こう基礎作りとして楽器を思い通りにコントロールしていくっていう必要があるんですけれども、その中の2大、基礎練習としてロングトーンと、スケール練習というものがあります。そしてスケール練習というとですね、一番ベーシックな教則本はやはり、菅野信也先生の、サキソフォーンのためのトレーニングブックというね、もう20年どころじゃないかな、30年ぐらいの、ベストセラー、そしてね、とても値段も安い、そしてどこの楽器屋さんでも、Amazon でも、手に入りやすいということで、僕のレッスンでも、使用しておりますが、とりわけね、こちらとても奥が深くシンプルに書かれている一方で、ちょっととっつきにくいなという部分もありますので、このサキソフォーンのためのトレーニングブックに、つながる架け橋として、僕のレッスンでは、私のオリジナル教材としてベーシックスケール練習を、制作、そしてレッスンの中でも実際にね、使っております。で、今回、僕はこの動画で、スケール練習が、初心者の方のために、何を意識したらいいのかということについて解説をしたいんですけれども、まあ、特にね、いろんな、ことが考えられると思います。運指を覚えましょうとか、スケールを覚えましょうとか、リズムに気をつけようとかね、楽器の響きとか、楽器のダイナミクス、息の吐き方、タンギング、様々な要素を意識しながら、スケール練習を練習していくべきなのですが、まず、スケール練習をやるのに最も一番大事なことは、まずは運指およびスケールを、しっかりと覚えるということだと思います。まあ、サックスを吹くということは、すなわち指を動かして息を吐くということが主な、まあ、やってる行動ということになります。アクションとしてはね。まあ、その上に音楽的なこととかね、曲のイメージとかね、演奏者の個性なんていうことが乗っかってはいくんですけれども、とりわけ、指使いが明確でないと始まらないというのはね、楽器の構造上ありますね。楽器がサポートしてくれる要素っていうのはそんなにはないわけです。こっちが演奏する人が覚えていなければいけないので、まずは運指をはっきり確実に覚えるというのが1点と、まずは、そしてテンポ感をきちんと表現すると、今何分の何拍子で、速さはどれぐらいだなというのを明確にするということですね。なので、まあ僕のね、こうスケール練習で言えば、おおよそテンポ86から100ぐらいの速さで4分の4拍子の、スケール練習として書きました。まあ非常に、難易度は低いんじゃないかなと思います。で、ここでスケール練習を、する上で、まあ僕のレッスンでよく生徒さんにも言っているんですけれども、スケール練習を機械的な練習だと思わずにですね、
音楽的な練習、まあ、すなわちですね、今自分がこう練習してるスケール練習も、まあそういう曲として書かれた美しい曲なんだと思いながら、スケールを練習していくことが大切だと思います。練習は練習、曲は曲っていう風に分けてしまっていっては、なかなかね、その連結がうまくいかないと思うんですね。曲でうまくいかなかったことをスケール練習で、まあパーツとして、しっかり練習をするんですけども、スケール練習を演奏するときは、そういう曲、どういう風に演奏するべきなのかなということを、常に考えながら、テーマを持って練習をしていくというのがとっても大事なことかなと思っております。で、今回はですね、ベーシックスケール練習の、丸1番から丸3番までを、テンポ96ぐらいで、私が演奏した、お手本動画をね、載せておきますので、ぜひそちらを参考にして、スケール練習はそういう曲だと思って、運指を確実に、スケールの指使いであったりとか、テンポ感、そして何拍子の曲を演奏しているのかということを、明確にしながら、練習していくことが大事なことかなと思っております。それでは、お手本動画どうぞ。いかがだったでしょうか。今回、お手本動画としてね、ベーシックスケール練習の、PDF を、
見せながらね、演奏をしたわけなのですが、これらの、こうフレーズがね、例えば今僕が乗せたテンポでうまくいかなかった場合は、さらにゆっくりなテンポから、丁寧に、一つ一つを演奏していくというのが大事なところかなと思います。そしてですね、まあ基礎練習にありがちなのが、やっぱりこう緊張してこうガチガチに力が入ってしまうということだと思うんですけれども、指使いとか息の入れ方とかテンポ感っていうのに気を配りつつも、まあリラックスしてね、間違えて当たり前ぐらいのつもりで何度も何度も繰り返して練習をしていく。まあよくデイリーエクササイズなんていう教則本もあったりしますが、とにかく同じ練習メニューを何度も繰り返すということが基礎練習の、大事なところなんじゃないかなと思っております。間違いを恐れずにね、思い切って自分がこうすればうまくいくだろうと思って、演奏した、その結果良かったのかな悪かったのかなっていう風に考えながら、改良していく、そういう風に基礎練習に取り組んでいただくのは非常に丁寧な取り組みなんじゃないかなと思っております。まあそうすることによって自分のなんだろうな自信がつくとかね、安定した演奏方法っていうのが身につけられると思いますので、ぜひぜひ、頑張ってやってみてください。僕のレッスンではこういったベーシックスケール練習から、菅信也さんの、サキソフォンのためのトレーニングブックに、スムーズに、練習をね、移行していけるようにレッスンでは基礎練習を取り組んでおりますので、新規生徒さん募集中、チャンネル登録者数、1万人を目指して、頑張っておりますのでよろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。